何これ、お、え、何これ、 FF みたい、これうお、すげえ、バイオハザードでこんな操作できんのちょっと待って、おかしいな、飛ばせないよね。D 操作にしたらなんか FX7 みたいな。どうすればいいんだけどね。結構その演出が分かんないんだよね、食われてるとこ。それがちょっと難点かな。ヨーヨー的なもん押さえてたからそんな風になっちゃった。はじめそう、コードベロニカみたいにレバガチャで無敵になれるのかなと思ったら食らってたから、それはちょっとね、これであると辛いな。この6すごいね、あれ64こんな要素あったんだ。だからこう、なんだろう、ついな、なんで食らったかなっていう。久々にやると忘れるね、マジで。もう3時でかい、ちょっとセーブするか。一回切りますね。あ、出た。慣れないの？あれ？スタート？あ、接種。これか。ごめんごめん。ロード画面、ゲームデータロード画面でやってください。1234 1234 LRRL。 おどうなったのこれ。これで無敵なの。あ、なんか無敵の回復してね。メイン画面どれ、これだけ先だっけ。あ、ファイになってる。ははは、これが無敵らしいです。エクジッツ、なるほどね。もう一回やってみよう。上上上、あ、間違えた、失礼。上右右、あ、間違えた、1234 1234 LRLR。 これでいきます。そうなんだよね、バイオドリームキャストとデュアルショックプレステが、あれ誰がファイブしてんの。
リアルショック版ってさ、ここで減らないってこと？減ってるじゃん。段数無限、どういうこと？どっちかというと段数無限の方が欲しいんだけどな。ちょっとこれロードじゃん。1234LRLR 右の左とやって、本当だ、減ってない。あ、こうやって無限って出るわけじゃないんだ。はいはいはい、なるほど。ちょっとこの操作でやるのってすげえ新鮮だわ。これちょっと進行していきましょう。すげえ新鮮、この FF7 操作みたいなやつだな。やりづらやりづらい、やりづらい。逆なんだよこれ。あ、なんでこれ持ってた。どういうとこで聞く。それでブラッド倒すか。残したままなんだよ。あのね、すげえ操作しづらい。いるよね。あ、間違えた。なんで逃げんだ。結構これスタッフじゃなかった。血が出ないんだね、プシュって。え、待って、タグじゃねこいつ。タグなんだっけ。そしてこの操作すげえやりづらいな。うわ、まだ生きてるよ、ほら。死んだ。よしよし。ほら、おい。よし、俺これでクリアしていくよ、頑張って。この操作。おかしいってもう。神ゲーだと思わなかった。リッカーさんだよね。あ、そっか、ショットガン取ってねえからちょっと辛いかもしれん。これいらないわけだ、無限だから。サスのカートリッジにもレオンとクリアいるわけだ。うわ、新鮮だな。あ、無敵だからいけるか。多分上がらないのかなとかって分かんないよ。食らいながらも倒してきます。無敵状態なんで。絶対死んでるで、これも。ほら。あんまりこんなもんだったっけ。操作しづら。普通に。いらねえよな。
肌つシートモードで遊べる。忘れちゃったな。帰るたびにね、そうそう帰らないときついぜ。疲れるんだよ。あ、懐かしいよ。